当然修理とかも、ね、あ、修理もリペアもやってます、はい、ちょっと見てもらおうかな。どうぞ、はい、あ、かけられてるの、やってるんですか。これ、ね、これあれだっていう、はい、あのフェンダーってわかりますか。フェンダー、はい、フェンダーで使われてる木材の一つ。これフレンドの形が出てきそうな、もう形室内になってますね、これね。ここから掘り出されてもう埋まってるって感じだもんね。そうですね、最初は これ、メーカーによって使ってる木が違うんですか。大体そのあの大体あの絞られてますね、ギターに関しては、5種類ぐらいで決まってますね、はい、いや、ヤコギのこの感じとかさ、やっぱりヤコギは何がさ、命やからな、ね、ねえ、はい、またアコースティックとエレキだと使ってる木材全く全然、はい、うん、違いまして、まあ、アコースティックはもう構造が命、うん、ですよね。ちょっと電子箱みたいなのこれミニチュアで、ミニチュアで説明するのに使う。ああ、そうかそうかそうか、はい、これがあのレーシング。そうかそうか、これ1本ないだけでまた変わってきたりするんですか。音も変わりますし、強度も面白い。で、あのアコギって弦張ると60キロ力がかかるんですけど、あ、そうなの、それでこれが歪んじゃったりしますから、で、そのための人間でいうとあの骨に当たるこのレーシングなんですけども、で、これ頑丈に作ればあの頑丈な箱ができるんですけど、アコギの場合は頑丈につきすぎるともう音が全然鳴らないんですよね。へー、だからギリギリまでこれ削って削って強度を落としてるんですよ。そうするとやっぱり箱がしなやかになって響きがっていう。で、あのマーチンってこのマーチン、はい、これはあのマーチンの構造なんですけどもね。ああ、そうですか、はい、ここが肝ですね。ここが5ミリ、このバッテンがずれると全然違う音です。ほー、繊細や。それから定理機はもうあのデザインも優先的に考えるミュージシャンも多いですので、四角機から切っていろんな形が作れるっていうメリットはありますね。そうですね、はい、あ、どうぞ、塗装バーも、はい、あ、どうぞ。すごい匂い。それ生かしてね、木をね、木をこういう目を。そうですよ、そうですよ。ここであのピッチをやってますね。僕らの世代だったらやっぱブライアン・メイが自分でギター作ってね、クイーンですね、あのやっぱ形もやっぱあの時代なかったし、すごいやっぱり憧れてきたんですよね。僕もあの最初はここの学生だったんですけど、はい、ブライアン・メイに憧れて、うんうん、自分で作りたいことがあるね。あれは本当になんか分かりやすい国だからこういうことできんねんなーってね。本当に相変わらずですけども、こんな 手道具で、ね、はいはい、あの使っていくのを作ってますね。あのこれが僕はあれなジャズギターリストとかでね、やってるやつです、はい、これも全部削り出しで、すごいな、膨らみ、そう、膨らまさなあかんね。でもこういう技術って今はあの、まあ、もともとアメリカから来た文化ですけど、うんうんうん、もう日本が一番ですね。ああ、そうですか。技術的にもね、アグシェルさんの腕は職人気質、あ、はい、もうこれ今実際にアメリカのメーカーを日本で作っていたりするんですけども、それがの高級ものとして売ってますね。安いのは中国とかで売ってますけども、はい、そうね、グリッチってグレッチね。グレッチ日本製なんですよ。あ、そうですか。僕グレッチの古いの使ってるんですよね。はい、うん、アメリカの時代の。うん、そうですね。いい木材多分使ってると思いますよ、ね。そう。なるほどな。そうかそうか。日本人か。やっぱ日本人の腕が音に生かされてるんだな。一番ですね。ねえ。いやいやいや。本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。またなんかじゃあ、まあね、名刺いただいたんで、はい、あの孤立に、はい、あの孤立に来てください。